7日間のロングランシリーズでお送りしてまいりましたミッドナイトボートレース in 大村フォース、いよいよファイナル優勝戦第12レースです。作戦待機行動は定番通りとなっています。1号艇は河野聡、フライング休み明けのシリーズでしたが自在な立ち回りを見せて10戦5勝オール3連帯、今節の予選士シリーズリーダーポールポジションです。2号艇は杉山博成、初日主力対決の発祥地選抜は鮮やかに3コースまくり差しを決め1着、10戦6勝の大勝で河野同様オール3連帯の活躍を見せてきています。3号艇古澤光則、前走地アシアお盆シリーズに続く連続優勝の今年 V5 を目指していきます。さあ古澤がダッシュに下げます。角を取っていきました。4コース4号艇の大塚優です。準優勝戦は隙をついた逆転レース、そして5コース5号艇の安高知県、フライング一本持ち、そして大村久々でややハンデありなシリーズでしたが見事当地初輸出です。そして6コース6号艇山田浩二、初日から船足劣勢の厳しい戦いを強いられながらもファイナルまできっちりと勝ち上がってきています。優勝戦の第12レース、内から1番2番3番4番5番6番でスタートしていきました。 2,3 コースが少しスタート先行、若干3号艇の古澤出ていきますが1マークの先手取っていったのは1号艇の河野です。逃げての1番、そしてアクシデント起こっていますが先頭1号艇追走は内3番外は2番、その後6番そして4番と構想しています。スタートは前提正常です。なお5号艇の安高知が落水のため失格、5番の安高知落水のため失格となっています。先頭が1号艇の河野、2番手は2号艇の杉山、そして外に3号艇の古澤が続いて2周目第1ターンマークです。1マークのバックストレッチ側に自己艇というシーンになっていきますが、向こう正面トップ1号艇の河野、そして2番手2号艇の杉山、3番で3号艇の古澤、前は1番2番3番、その後に6号艇の山田、4号艇の大塚となっての2周目第2ターンマークです。先頭1号艇の河野聡、今2番超えてのホーム直線コースです。続くは2番3番で内枠勢前を作る 1,2,3 の体型でアクシデントレース、しっかり確定距離を取りながらの放送は最終周回1マークを迎えています。スタートは少々後手になりましたが河野聡、ここは陰線決めていきました。5月の天ヶ崎戦以来で今年 V2 通算18回目、そして当地大村では2回目の優勝へと向かっていきます。シリーズリーダー河野先頭、追走2号艇杉山、そして3コース角戦というレースを見せました古澤3番手です。 1,2,3 の体系で3連単 7.4 倍のオッズを示しています。先頭は1番河野が優勝のゴールイン、2着は2番杉山、3着3番古澤、続いて6番山田ゴールイン、少し離れて5着は4番大塚ゴールイン、なお5番の